いやいや、違うんだよ。聞く相手間違ってんってか、俺でいいんだよ。だっていいんだけど、うん。教えるよ、そら。うん。お金が欲しいんでしょって、俺聞くから。 だから、もう、もうここなんだよ。もう、あのね、わかりやすく言うと、俺の放送って、男ばっかりなんだよ、リスナーが。だけど、俺はそこでね、お前の枠って、男ばっかだろうって。 じゃあ色売っちゃえよって。もうそれしかないんだよ。お前に女のリスナーなんかついてねえだろって。そういうことなのよ。うだろうあんじゃあ色売るしかねえじゃんそう嘘思わないだって俺の放送の枠なんかはみんな男ばっかなんだから。 いや、俺の売りはないな。<laughs> 俺はないよ。うん。いや、女子もいるかもしんねえけど、ほぼ9割ぐらい俺の放送は男なんだからよ。 いや、女だよっていう人もいるよ。だけど、ほとんどが男じゃねえかよ。9割おじさんやめれや。<laughs> そうよ。だけどん、じゃあ、その女の配信者がね、どうやったら税金稼げるのかとか考えて、お前の放送に来てる、 あの、性別はどうなんだよって、自分で分析すれば分かんだろうって。で、せいぜい、たかだか30人ぐらいしかし、いねえんだから、おめえんとこや。わかんべよや。もうさ、たかだかよ。30人ぐらいのよ。リスナーよ。な。 わかんねえ、パータローなのかな、こいつって。あんたよ。マジで。ほんと。マジでよ。もういい。なんでふ増えないのって。だから自分で増えない理由を。 あの、考えねえのかなあおう、6ビート、いらっしゃい。マーチンも、いつもありがとうな。うん。でね。 俺が思うのは、例えば今のもそうなんだけど、6フィート昨日来なかったな。とかね。こう。おう、今日ありがとうとか。こう、こう。まあ、6フィートは昨日も来てるんだけど、あの、そういうことをここに入れてるかどうか。わかる 一人一人のリスナーをきちっきちっと自分の脳みその中入れてるかどうかなんだよ。あ,あ大ちゃん、うん。いや、ま、うん、大ちゃんこことこもずっと来てくれてるから。うん。入ってるよ。俺脳みそには入ってるもん。覚えてるだよ、おめえよ。当たり前だろよ。 俺の放送に来てくれてる、俺のことを好きで来てくれてる人のことは覚えるよ。あのね、アンチは覚えないの。こんなもんは。どうでもいいから。ああ。ゴミだから。ああ。名前のありがとう、ハーフ。アイちゃんも、ここのとこ、もずーっと常連だから。うん。わかってっから。あえてあんまり読まないけどな。 うん。ありがとうちゃん。まあ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 。ね。男でも女でもいいんだよ。ここの放送に来てコメント打ってくれるかくれないかなの。だってアンチコメントなんか一切打たねえで、アイちゃんなんか。 ああ、ありがとうって。うん。あ、はあ。お、どうする山田どうする一回吊るしあげるもうやめとっか、あいつ。また、あいつ、ほら。 ラムネだからさ、あんまりいじめるとさ、またさ、やれとかつるそうとか、お前らほんとい,いじめが好きだな。だからマルスなんかはこういうのがまともなんだよ。やめといてやれよ、ちゃまよ、みたいな。うん。 いや、だ、マスカラな、心折っちゃいますかっていうか。は <laughs> は優しくなったね。な、なしにしよう。かわいそうだから。な。今日は、山ちゃんいじめはやめてやろう。うん。で、お金り取ってくるからよ、ちょっと待っててくれよ。うん。マーメイドが、酒メイドになってくるから。 酒を作るから酒メイド。いいね、うまいね、俺も。メイドイン酒。 濃いめに作っとっからよもうこのラス1ぐらいでいいかこれなもうラス1でいいわもう1対1ぐらいでいってっからよああマスカラゲーテ なんでよマスカラ俺には怒るねんねえよいつも優しいぜ。うん。おう、松田いらっしゃい。う、え、ぃ、ー、す。いつもありがとう。あ、バンカーも。っていうかさ、今日のあのゴルフ見た ?14 メーターの。 あれねじ込んだのすげえな。18番ホールで。いやいや、あれねじ込んだのは俺はすごいなと思った。うん。プレスかかってるときに。いや、チャーマンゴルフは100はもう余裕できるから。 俺、八十七ぐらいでもあるから。うん。いや、あれ、すげえな。うん。いや、嘘をつとか、もう、いいから、タイガーが事故ってんじゃねえかよ。うん。なあ。 俺大体いい7番アイアンで160ヤードぐらい飛ばすからうんうん余裕「また」とか言うんじゃねえよあじゃあやってみろいいよ俺は。 だってドライバーなんかおめ280ヤードぐらい飛んじゃったからよあ,あ,あんただって行くわよいいわねあ,あ俺が使ってたのはマクレガーのディープうん 渋いだろ、いいとこ行ってんだろまくれがうんテーラーメイドうんいいね高いんなもんだってテーラーとかうんかっこいいけどなうん。 あ、俺最初はね、キャロウェイ使ったんだけど、やめた。うん。カムイに変えた。おい、お前ら知ってるカムイって。いいとこ、渋いとこ行くだろああ、わかんねえかなカムイって言っても。 カムイに、ね、変えたのよ。ピンああ、俺は、ピンは使わなかったね。うん。俺はカムイのドライバーに変えて、めっちゃこれ飛ぶなーと思ったんだよ。うん。プロギアか。 でも、プロビアって高圧メーカーだからな。うん。佐野さん、ゴルフに行って池に落ちてましたね。バカか、お前は。<laughs> どんな土地だよ。タイトリスト。うーん。まあ、高いところはいい。 いくらでもあるけどな。でもカムイは、まあいいドライバー作ってたなぁと思ったよ。うん。一番良かったコースいや俺はだって人にいつも行くでって言われて行ってたから、反応とか、 あっちの方、埼玉県が多かったかなうん。コースはね。あっちが多かった。うん。まあまあ。 まあ、まあゴルフはなもうやんなくなっちゃったから俺大体さみんな握りでやるからよ俺大体さあのこうハンディとかつくと勝てなくなってくるからうんいやもうゴルフの松澤 ゴルフの話したって全然まくられないから、俺。うん。あのさ、キャディはくどかないから、俺は。うん。てか、キャディとかいねえし、自分でこうやってカートを運転してんだからよ。うん。俺は87かな。うん。 当然バックで、うん。打ちっぱなしも一っときピの打ちっぱなしはよく行ってたな毎晩行ってたな。うん バックティーは吹かしすぎ。俺ね、でもね、マスカラよ、100キロまではゴルフ始めてから2年かかったよ。うん。マジで。 2年かかったかな約2年だな。1年、1年6ヶ月ぐらいか,か、6、7ヶ月かかったあ。あのね、最初俺左だったんだよ。全部、キャラウェイの左のセット全部揃えたんだけど、どうもよ、左だとフッカーになっちゃうから、これ右で打ったら、 まっすぐ飛ぶんだろうなと思って要するによ左がコックが強いからみんな左に曲がってっちゃうんだよ。ああ。これをじゃ逆に右手はあんまり押さないんだからって左引っ張る風に打ったらまっすぐ飛ぶだろうなと思ったら見事ビンゴ。もうそれで全部セット変えたよ で、それで、俺は、あのー、アイアンから何から全部変えたんだよ。いや、まっすぐ飛んでるわー、みたいな。ピシューって言いながら。うん。いやー、うん、だから最初はさ、 飛ばそうと思うから、やっぱり、あの、聞き手側で始めようと思うじゃん。俺ほら、左利きだから、うん。曲がっちゃって曲がっちゃってしょうがねえからさ。うん、ダメだな、俺って思って。うん。弁当はいいですかいや、どっちでもいいんだよ。あの、 そんんなもんはうんあの転がるか転がんねえかどんなんどうでもいいからうんショートよりロングの方が得意でしょう どうかな結構飛ばすだからドライバー2780ヤードぐらいは飛ぶようんだってさ考えてみや、ほらあの俺らはさ素人だからあの いわゆる、無制限じゃねえよ。シャフトだろうがヘッドだろうが、もうブンブン飛ぶやつ買うわけだよ。うん。プロゴルファーは、あの、セーブがあるわけじゃん。あの、ルールがあるわけじゃん。だから俺ら関係ねえから。うん。 だってボールだって何だって関係ねえんだからほらぶっ飛ぶボール使ってんだからよ。池はツーペナうん バターは俺はオデッセイのを使ってたな。うん。ソフトなやつ。あの、当たりが柔らかいやつ。うん。こうよ。うん。 <laughs> だ前はやってたんだよ。違うよ、つ、だからそう、俺らはマイルールがあるわけ、松田。な、松沢。だから、銭かけてるからしょうがねえじゃんかよ。うん。マクレガーは渋いよ。いいとこついてんだろ、俺。 MI2 っていう、俺は、あの、アイアンセットを使ってたから。なももう2に2ぎにぎだよ、もうみんな。ああ まあ、もうやんねえけどな、ゴルフはな。うーん。まあ、ゴルフ、違うよ。俺の場合は、あの、スナックゴルフだから。もうさ、飲みに行ってるスナックが、もうゴルフの大会が、ママが好きでさ、 また今月もかよ、みたいな。うん。わかるだろ、これ。お前らも経験あんだろ。<laughs> だって松田もあるべや。もうね、スナックゴルフはね、やばい。ほんとに。で、行くだろ、ゴルフよ。 帰りは、お前、そのスナックで飲み会だからな。で、また、か、そこ、金かかるんだからよ。ああ。マジで。もう、だから、もういいか、飯食え。いや、接待ゴルフじゃないんだろうけど、付き合いだからな。チャンマン、体柔らかいから、ヤード稼ぐでしょう。 いや、だから、飛ぶっちゃ飛ぶよ。だから、7番アイアンでフルスイングで、16、70ヤードぐらいは飛ぶよ。うん。だから俺、4番までしかアイアンは使わなかったな。 3番、2番、1番なんて、もう、触んねえもん。うん。ま、まあ、せいぜい5番で、あの、刻もうかな、みたいな。だって、考えてみろよ。負けたら金払わなきゃなんねえんだからよ。わかるなあ。負けたら金取られるんだからよ。 そこはよ、俺、刻みに走るぜ。俺で言われたもん。もう、下水な、この野郎、とか言って。ああいや、一段なんぼ、その時に、違うんだよ。一段なんぼは、この、こう、ここは、これで、とか、ここはこれで、とか、もう、その時々に、全部、 変わるんだよ。だから。そうそう。だから、俺もそうなの。大ちゃん。飛べ、いいってもんじゃねえんだよ。ちょっと刻んだ方が、ここは、セーフティーだな、と思ったら、刻んじゃうから、俺。金野郎だな、おめえ、とかよ。言われて。 いやいやいやいつって。カラーのスナックで打ち上げ。ああ、だからゴルフ場で風呂入ってからな。うん。そうそう。だからまとめれるかどうかだから。うん。 俺はなんか絶対やらねえだよおめやべえことになるからああマジでほ <laughs> んとよショートコースで まあ、ショートでもロングでも、だパースリーでホールインワンだったらイーグルだもんべよ。うん。なあ。もう、だってお前らさ、俺がゴルフクラブとか、バックとか持ってのみんな 言ってんじゃんかよ。なんでさ、その、なんか、ふかしばっかりとか始まんのもうやめようよ。お前ら自体がもう、ただの小僧なんだからよ。引きこもりのよ。趣味も何にもねえ、小僧。何言ったっていいけど、頑張れよって感じ。俺ら笑ってんだ。な。 <laughs> はいはいはい、さよなら。うん。ほんと、あんゃ大変なんだな、これな。うん。ジョージアのバッグ見て、あれよ、結構高かったんだよ、お前。限定品だから。明日がある。 明日がある、明日があるさーで、さああよろしく。そう、俺意外とね、限定品好きなんだよ。ああ 昔家にゴルフバッグがりましたもん。そう、だから俺、ゴルフやってたから。うん。処分したの。もう、もうゴルフやんないから。うん。興味ねえんだよ。だって、もともとだって自分が好きで始めたわけじゃねえ。誘われておめえもやれよって。えぇ、ー、って、マジっすかみたいな。 うんもうんまあ、じゃあやりますわみたいなそうそう KW もあったしあれもともとプリマーの時立川の時からだからうんいや最初は100なんか切れなかったよ120いくつだったよ って、おめえ、立川のッピのおめえ、打ちっぱなしとか言ってよ。あったまきちゃって、ガンガン練習してよ。うん。着信何件も何ああ、何あ、山田今、俺に電話してきたの俺、おとけしてっからさ。 どうしたい山田。バ,バアおい。何じゃねえから。どうするみんな。え遊んじゃうぜ、このバカこのバ,バアクソガや。 何？何なってこっちのセリフだよ。なんで何回も写真かけてくるえー、いじめてやろうかなと思ってな<で>、うんでん泣き虫ちゃんだからお薬の飲みすぎで、うん、バカだなこいつって精神病がよ好きな人と通話してたのな好きな人と通話してたのとかもうそういうの聞いてないから 何の用事だったのだ何にも用事がないんで。はぁ、あ、もう二度と俺とはコンタクト取らないでください。さようなら。はい。以上でーす。バカがよ、歯じゃねえんだよ。クソがよ。パンコ女がよ。はぁ、あ。 用事がないの。うん。<laughs> 発狂してんじゃん。てめえがかけてきたんだろうって。もうこういうことやっちゃうのが病気なんだよ。怒っちゃってんだお前。そんな怒んなよ。遊びだから配信なんて。なあ マジで。だから、まあ、遊びなんだから。で、おめえも遊びで放送中に俺に年中かけてきてたんだから、行ってこいじゃねえかよ。だから、それは行ってこい。だから、もうそれはもうな、なしにするんだから、それでいいだろって言ってんの。な パイパン女よ、うるせえよ、ほんとよ。ほ <laughs> んとよ。五円玉乳首がよ、うるせえこと言ってんじゃねえよ。<laughs> うん。笑っちゃえな、ほんと。<laughs> 何言ってんのかな、この女。 ええ。いや、下手らで,でもいいですよ、別に。だからもう俺とは関わんないでね。山田さん。ああ、もういらないですから。ほんとに。さようなら。